見てると関根が右にいたので、まあ、この辺りはタスク役割というところが少し変わってくるかもしれませんね。飯田主審時計を合わせます。立ち上がりどんなスタートになりますか。45分のスタートです。浅いラインからレッツがまず前に行こうという長いボールを送りました。神谷、仲間、そして江坂なんですが、江坂はまあトップ下ということになります。チャンスになりました。そのまま前向いてレオナルド、うんとヒールで繋いで反転、決定機を決めるか。サウンドは右に流れていきました。決めきれませんでしたレッツ。立ち上がりの3分です。この辺りの攻防は見られると思いますね、これからも。うん、オルム、オルガー、パンチ力ありましたが枠捉えず、まあでも持ってますよね。スローインは今レッツです。武藤チャンス、そのまま流してシュート、これは中村シュートブロック、チャンス決定機だ、フィニッシュ、増田先生、ヒシャルジソンが決めて0対1。柏レイソル、まずは先手を取りました。まあ、32分の得点ということになるんですが、ここから見てください、ちょっと痛いミス出ましたね、レッズとしては。ただレイソルが積極的にいって、特にシャルジソンですね、ボールカットして最後のところもオルンガもいましたけども、自分でシュートを打つという決断をしてしっかりと沈めましたね。西川とディフェンスラインがちょっと混乱がありました。ただまあボール取るところからゴール取るところまで全て下でしょうか。もう一度縦に、そして入れる、おチャンスはそのまま、キーパーレッツ打ってた、カットして、もう一度レオナルドのシュートはディフェンダーがカット。そうですね、クロスボールがしっかりとニアの頭を越えるようなボールを入れたことによって、まあ、危険なボールになりましたよね。お最後大南ですか、はい、縦に入ってくる。武藤はもうすでにボックスの近辺まで来ました。チャンスだ、シュートまで来るか、フィニッシュ、キーパー、これは中村ファインセーブ、ビッグセーブ、これはビッグセーブ出ましたね。はい、聖なのはレッツです。このリターンで剥がしてレーンを変えました。これチャンスだ、中を見て子が入れる、オルガー、ナイスゴール、ループシュート決まって、オルンガこれで0対2。オルンガ自身が2試合連続ゴール、手を叩いて喜ぶのは、これ江坂がスペースに見つけながら展開して、はい、そして逆サイド振ってというところからですけど、古賀もこのクロスのタイミングも良かったですし、ボールも素晴らしかったですね。はい、まあ、あとはやはりオルンガですね。前半からチャンスほとんどなかったわけですけども、この一発をしっかり沈めましたけど、これも難しいシュートですけどね、浮き球で西川の上抜いてきましたけども、ループ気味で狙いましたね。今年結構こういうシュート狙ってるんですけどね、これまで入らなかったですけど、やっと入りましたね。はい、今シーズンの5ゴール目になります。オルンガボール奪いました。今度はレイソル、縦に、さあボックス内に2人入ってきた、チャンスだ、落とした、そのままヘディング、3点目、これは大きな追加点、仲間決めて0対3。ダイナミックなボールの動き、頭頭、最後仲間の頭にかかります。ちょっと関根が背負って受けるような状況を作ってしまったのがレッズとしてはまずかったですかね。ただこの江坂の地味ですけども、このパスのスピードですね、ちょうどワンタッチで三丸がボールを蹴れるところに置いて、神谷はしっかりとゴール前入って折り返しも見事でしたけども、仲間もよく頭でコース狙って決めましたね。これで2試合連続ですか。はい、冷静に、そうですね、西川の手の届かないところに流し込みましたね。仲間2試合連続、今シーズンの2ゴール目、まあ、ここに神谷が対応してくれるんですよね。ゆるきに対して神谷が最初に対応してくれるんで、はい、後ろがスライドする必要がないというところで、はい、チャンス、そのままゴールキー浮かせてボレーだー、中村これもファインセーブ、
あの興梠の浮き球も味がありましたけどね。完璧でしたけどね。ねえ、中村の今日は素晴らしいパフォーマンス。それは少し出ようかどうか迷ったと思いますけど、ここでは、まあ、まだアディショナルタイムを入れれば5分ぐらいはありますからね。レッツ、ああチャンス、そのままドリブルで、これ力強いシュート、うおー素晴らしい、神谷ドリブルからのフィニッシュはネットを激しく揺らしました。4点目、三原のカットからですね。ただ神谷この時間でもこの運ぶドリブル、このスピードでできるわけですからね。シュートは少し岩波当たったから入った状況ではありますけども、まあ、今日これだけ走ってきた彼のご褒美みたいなゴールじゃないですかね。このスピードでドリブルで行って、この足の振り抜きができるわけですからね、この時間帯で。もう素晴らしいですね。激しくネットを揺らして4点目、中入ってきて山中に、このインナーラップがうまくいきませんでした。そしてジャスト5分のアディショナルタイム、今笛が鳴って試合が終わりました。柏レイソル、ネルシーニョ監督、古希のお祝いは最大のプレゼント。2連勝。